ジャーバス作、マールバラ公爵夫人サラの肖像画、チャールズ・ジャーバスは、アイルランド生まれの画家、美術品収集家である。ミゲル・デ・セルバンテスの小説、ドン・キホーテの英語訳を行ったことでも知られる。アイルランド中部のオファリーに、地主の息子に生まれた。母親は有力な役人の娘だった。ダブリンで育ち、幼い頃から絵の才能を示したので父親は、ジャーバスをロンドンに送り、宮廷画家のゴドフリー・ネラーの下で修行させた。1698年頃、収集家のジョージ・クラークのために、ラファエロのカルトンの何点かを模写をして、収入を得た後、家族の支援を受けて、翌年パリとローマに修行に出た。10年ほどの修行の後1709年にロンドンに戻った。文学者のジョゼフ・アディソンやジョナサン・スウィフト、アレキサンダー・ポープや政治家のロバート・ウォルポールなど当時の有力な人物の肖像画を描き有名な画家になった。1723年に首席宮廷画家を務めていたゴドフリー・ネラーが亡くなると後任として国王ジョージ一世の宮廷画家に任じられた。ジョージ2世の王妃、キャロラインの肖像画などが知られている。1727年に資産家の未亡人と結婚した。1738年に王の命令でイタリアに戻り、イタリアの巨匠たちの絵画を購入した。イタリアから戻ってほどなく病没した後、親族によって美術品のコレクションの競売が9日間にわたって行われた。ジャーバスによるドン・キホーテの英訳本は没後の1742年に出版された。出版社のミスで著者名がチャールズ・ジャービスとされたことでジャービス版ドン・キホーテと呼ばれる。トーマス・シェルトンによる翻訳よりも正確なわけだとされ19世紀まで何度か再刊された。ありがとうございます。